伏見キネマはかつて存在した日本の映画館である。大正末年の1926年前後には京都府紀郡伏見町の丹波橋2に中央館として開館。1940年前後には中央映画劇場と改称している。第二次世界大戦終了後は1952年9月に伏見キネマとして改めて開館している。 伏見区内の芝居小や映画館のほとんどが大手筋に集中する中で2巻のみ、同館が丹波橋、地区、伏見と映画劇場が隅染地区に位置した。伏見記念マの所在地中央館時代に上映した、オロチ。正確な成立年は不明であるが、大正末年の1926年前後には、京都府慶郡伏見町の丹波橋通に、 映画館中央館として開館している。1925年に発行された日本映画年館大正13.4年には、伏見町内の映画館として、日活作品を興行する帝国館と、松竹キネマ作品を興行する時は館の2館が掲載されており、同館が登場するのは1927年に発行された日本映画事業総覧昭和年版からである。 校舎によれば、当時の同館は、池上嘉四郎の所有、筒美介の個人経営。支配人は、柴田保、観客定員数450名。工業系統は、牧野プロダクション及び東秋根ネマである。筒美介、柴田保の両名は、同時期に、本町塩工事の本庁館でも、それぞれ経営者、支配人を務めていた人物である。当時の同館では、 新竹社キートンやオロチが公開された記録が残っている。1929年前後には、寺田キネマに経営が移っている。1930年に発行された日本映画事業総乱昭和5年版によれば、同館の支配人は片岡資金であり、工業系統は引き続いて、牧野プロダクション及び東亜キネマである。寺田亀太郎を代表とする寺田キネマは、 同資料によれば、京都市内外に、同館のほか、第二神京国に同館と同盟の中央館と、八千代館、三部館、宝座、昭和館、堀川中央館、葵館、伏見小畜館の合計9館を経営した旨の被災がある。1931年4月1日には、伏見区が新設され、同館が所在した地域は同区に組み入れられた。その後、 1930年代後半にかけての、同館は、ライト映画、極東映画といった、剣劇映画の専門館になっていたという。したがって、他社がのきなみトーキーに変わっていった時代に、同館では、サウンドバニ劇ともレコードを使用したサイレント映画をかけており、また同館には、活動弁士、学士の時代のピットの名残が残っていた。1940年前後には、 第二新京国の中央館と同様に、中央映画劇場と解消している。第二次世界大戦が始まり、戦時統制が敷かれ、1942年、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、映画館の経営母体に関わらずすべての映画館が、暮れない系、白系の2系統に組み入れられるが、 映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記述されていない。当時の同館の経営は、池上海一郎、支配人は、丸山武衛、観客定員数250名である。翌1943年に発行された映画年間昭和18年版には、同館に相当する映画館は掲載されていない。戦後の同区内の映画館は、 1950年には戦前に伏見都館として営業してた伏見都映画劇場、同じく伏見帝国館であった伏見日活館、同じく伏見松竹館であった伏見映画劇場の3館が早くも復興していたが、同館が伏見キネマとして改めて開館したのは1952年9月であった。当時の同館の経営は田中孝次郎の個人経営であり、 田中は、同時期、西人京国に戦中劇場を経営した人物である。1961年には閉館した。跡地は、現在、一般の住宅になっている。戦後の経営が同一であった戦中劇場は、同館が閉館する2年前の時点ですでに、ストリップ劇場に、転身、戦中ミュージックと名称を変更していたが、 1987年6月11日、火災により消失、閉館した。2003年3月同年5月に行われた、京都市食籠による調査によれば、道館が位置した丹波橋通り、堀川より、西の通りの商店街はすでに捨てれており、道館跡地の北辻の角に位置するフレスコ、丹波橋店のみに人が集まる状態であるという、ありがとうございます。